然なんですけど、今日はちょっと前に YouTube のコメントで教えてもらったインド料理屋さんにやってきました。今もうここに後ろに見えてるんですけど、場所はデイビスビルの駅から徒歩 3,4 分のところにあります。はい、ということでちょっとインド料理を食べに行ってこようと思います。入ったら好きなところどこでも座っていいよっていうことだったので、ちょっと大きいんですけど4人掛けのテーブルに1人で座っています。こんな感じでキッチンのここにここから男の人がたまに見てニコニコしてくれます。あ、この人ドリンクのメニュー とこれがランチのメニューらしいです。あとは普通のメニューの3つをくれました。私は今回コメントで教えていただいたのがこれで合ってるかわかんないんですけど、このバターチキンとナンを食べようと思います。Could I have one butter chicken? Butter chicken combo? Yeah. Thank you. Your butter chicken combo. Thank you. Enjoy. Thank you. めっちゃいい匂いのこのバターチキンとあと米とサラダです。よし、いただきます。見えない。あ、やばいやばいやばい、これだこれだ。とりあえずバターチキンを最初に食べようと思います。めちゃくちゃめっちゃもちもち、これ伝わるのか、ナンがなくなってしまって残りはこれだけなのでもう全部ここに投入しようと思います。ということで久しぶりのナンを食べてきました。うわ、ここめっちゃ水が上から垂れてくる。なんかこんな工事をしていてめっちゃちょっと水が帰ってきました。金額は税込みで18ドルで、チップ、それプラスチップっていう感じでした。ちなみに私高校の頃からインド料理は超大好きで、高校のすぐ近くにマヤマサラっていうインド料理屋さんがあったんですけど、その料理屋に通い詰めて、ついになんかオーナーのおばちゃんに謎にフェイスブックを聞かれるっていうぐらい仲良くなって、でそのマヤマサラが私の夜のウォーキングルートになってたので、店の前をただウォーキングで通るだけなんですけど、その外から手を振って、中からもあ、ヤッホーみたいな感じで、っていうなんか謎の交友関係を深めていて、はい、なのでちょっと会いたくなりました。マヤマサラの人たちに。ただ今私の男友達の磯村くんが代わりにマヤマサラに通ってくれてるということなので、ちょっと安心して磯村くんにマヤマサラを任せようと思います。やっほー磯村。今日本当はご飯食べ終わった後にそのままジムに行く予定だったんですけど、もうちょっと天気が本当にめっちゃ久しぶりに曇りじゃなくて晴れてて、でも最近もう毎日ずっと曇りだったので、本当にこの青い空っていうのが幸せすぎて、カフェに今向かっています。ちなみに今気温は4度、体感温度はマイナス1度らしいです。日が出てるので本当にめっちゃ暖かいんですけど、今日服装はこの後もジムとバイトの予定だったので、その時に着替えなくてもいいようにこのペラペラの H&M のキッズで買ったズボンと、中は、よいしょよいしょ。今は日本に帰ってしまった、私の大好きなサイサイが、お下がりでくれた T シャツを1枚着ています。で、今日はヒートテックとかも全くなしで、中に半袖1枚だけ着
ているっていう感じです。空いてたら初めて見るジャパレスのようなところを発見しました。こんな感じで募集してるみたいです。で今エグリントンの駅があっちで、私が今から行きたいカフェはこの辺にあるんですけど、はい、ということで、はい、そんだけです。はい、目的地に着きました。では次の動画でお会いしましょう。